はい、ラプラス変換シリーズの、ちょっと英語版を作ったんで、ジプスの48として、微分方程式だとかなというのですが、まあ、電気ケルダンで RL のスイッチオンと、で、キルホフの第二法則を表して初期条件と、で、ラプラス変換の公式で、この変化するもの、すなわち回路の過度電流を S 領域に変換するという感じで、電源の方も S 領域に変換してやって、こいつが1回微分は S 倍のラプラス変換と I の0ということなんで、まあ簡単に言うとこういう形になるよと。したがって、一番最初の式を S 領域で書くと、こういう形になって、注意事項は1個だけです。この i の括弧して S、ラージ i の括弧して S だと、S の関数も i となってしまうので、ソルブできなくなっちゃうんで、i の S という名前、一つの変数として、これを書くと。そうすると、初期条件を代入して、解くことができると。解くことができたんで、S 領域から逆ラプラス変換で T 領域に戻すことができたんで、結局これが答えですよ、ということがわかると。で、最初充電しておいて、スイッチオフと。電源の機電力なくした状態になると、機電力はないんだけども、コンデンサが充電されとうというので、さっきの初期条件の部分に、Q0 イコール C という初期条件が入ってくると。そうすると、ここが E に充電されとるんで、電流はこっち向きに流れることになるということで、そのことがどう現れてくるかというと、これは電荷量の微分方程式を解いとるので、こいつを微分してやって、電流にしてやると、ここにマイナスが出てきて、戻ってくるってことを表しているということになるな。このマイナスが放電ってことを表していると。で、今の同じ問題を、数値があるときに、ラプラス変換使うと、一行で解けると。今この青いのと。それから、これは、ソルブブロックを使って、条件と微分方程式と初期条件で ODE ソルブってやってやると5秒間だけ解けると。で、ODE は赤なんで、確かに5秒間だけ解いていて、ここからしは解いていないと。で、ここを7秒とかに変えれば、7秒まで解いていると。どこへ解くかというのを指定してる、できるってことになると。で、この放電の場合も同じで、結局ラプラス変換を使えば、S 領域の回路方程式を初期条件を代入して、解いてやって、おしまいと。で、ソルブブロックで同じやつを解いてやっておしまいと。言うんで、それぞれダッシュをつけることによって、電荷量の時間変化を微分してやって、電流値として、放電電流なんでマイナスですよってことがわかると。これは時計回りの10、まあ、L 流れる電流で、これは C から放電するこっち向きの電流と。いうことが確かに分かるところであります。はい、以上です。